おはようございます。草加時間の久保でございます。今日も億万長者合宿をねお届けしようかと思いますけども、前回まで与沢翼さんの話題がちょっと出ていましたけども、与沢翼さんはですね、まあ、ある意味その国を信用してないってことも言われてました。まあだからいろんな国に居住権を持つ、いろんな国に移動できるようなね自由を持つんだというふうなことだったんですけども、これね私も同じような思いを持っていたんで、東南アジアにね自分の拠点を増やそうとしていたわけなんですけども、その矢先にね今回の感染症騒動でちょっととんざわしているんですけども、やっぱりねでもねこういうふうな視点を持つことって非常に大事だなと思うんですよ。それはですね、地球上のどこでも暮らしていけるようにしていくっていう視点なんですよね。さもなければこの国にはもうね鎖国をしてもらいたいと思うぐらいでございます。思えばですね、日本という国は有史以来2000年ですね、日本という国はずっと日本という国であったわけなんですよ。でもアメリカっていうのは、まあ、先住民族がいて、まだ歴史としてはね長く見積もっても500年ぐらいなんですよね。その前までは別の国だったわけなんですよ。で、中国も一緒です。中国5000年って言いますけども、やっぱりね今の形の中国ができてまだ60年とか70年しか経っていなくって、魏呉蜀とかね漢とかね宋とか明とかいろんな国が中国っていう大陸で群雄割拠してたわけなんですよね。なんかそれぞれ別の民族別の国で、そう考えるとね、この日本は独特で島国なんで結構ね海に守られていたっていうところなのかなと思うんですよ。今日私がねなんでこんな話をするかと言いますと、昨日ですね全人代で国家安全法という法案が可決されました。これはですね、国民が国に対して不利益だなと感じたら、それはね取り締まりの対象にできる、いわゆる逮捕とかね拘束できるってことなんですよ。どうでしょうかね、日本でビジネスをすることが国家を脅かすと判断されたらですよ、取り締まられちゃうんですよ。財産没収とか、まあ、逮捕されて、まあ、牢屋に入れられるとかっていうことが、ね、起きちゃうわけなんですよ。怖いですよね。でも私たちの国はそういうことになっていませんよね。今回ね香港っていう国が、私たちが少年の頃もう香港映画とかねカンフーとかねジャッキーチェンみたいな、そんなね夢と希望にあふれた香港ですよ。この香港が中国に返還されてからというものを一国二制度といって、一つの国の中に二つの法律が存在するというね、独特な政治体験を持っていたわけなんですけども、でも今ねこの国家安全法ができたことによって香港も中国本土と同じようなどんどんこう法律になっていって、民主化はどんどんね阻害されていって共産主義化してるわけなんですよ。そうなると香港で今まで通りのビジネスとかね店舗とかって完全にできない、もしくはやっていても、まあ、その収益をね吸い取られたりとか常に監視されるという不安定な状況になるわけなんですよ。あの香港がですよ、世界の金融そしてビジネスが集中していたあの小さな土地香港が今まさに大きく変わろうとしてるわけですよ。であの小さなところが変わるわけですから、日本という国、ね、ここの国が変わっても全然おかしくないわけですよね。でも日本は海に守られていますんで、まだね、まだ独立を保っていられるのかなと思います。だから今のうちにやっとかないといけないんですよ。私たちはね、10年後とか20年後が今日の延長線上で来るというふうに勘違いしちゃいますけども、そうならない可能性があります。私はですね、小学生、中学生の時代、おそらくですけども、高度経済成長の一番ラストシーンに成長期を迎えたんですよね。10代ってものを経験したんですよ。そうすると私の目から映る日本っていうのは、将来自分が社会にいた時に上り調子のもっと上っていくところ、もっと豊かな国、そんなイメージだったんですよ。ところがですね、残念ながら私が社会にいた時に社会がピークアウトしていったんですよ。日本っていう国はどんどん富を失って、どんどんね見せかけだけの GDP っていうものが大きくなっていって、実体経済はどんどん縮小していった、そんな時期に入りました。ついに人口も減る一方になってきましてね、年間で40万人減ってるんですよね。年間で40万人減るってことは10年で400万人減るわけですよ。400万人の人口はどのくらいかというと、四国4県を合わせたくらいの人数なんですよ。で10年でそのくらい減るわけなんですよね。いやこれはなんかすごく恐ろしいことだなと思うんですよ。私たちはビジネスを仕掛けるマーケットがどんどん縮んでいるんですよ。だから今は勝負しとかないと来年はもっと苦しい、再来年はもっと苦しいってことになります。それは香港のように新しい制度が入ってきてビジネスそのものができなくなるって危険もはらんでるわけなんですよね。要するに既得権者だけがビジネスをして、今まで権利を持たなかった方はビジネスをする自由すら奪われてしまうかもしれないってことなんですよね。いやこういうふうに考えていくとね、私たちはね、なんと不安定なこの砂の上に立っているんだろうなと思って、まあ、与沢翼さんのいろんな国に住めるようにする、今ねやっぱり5カ国とか6カ国に居住する権利を持ってるらしいんですよね。すごいですよね。一定の富を築いたからできるとも言えますけども、一時期はね与沢さんも私たち以上に私たち以下か、その資産を失ってましたからね。
あの、もう盤石なフリーエージェントスタイルというね、あの大きな組織がなくなって解体されているところを Facebook の画像で見たときに、私はね、それまで自分がやってきた速稼塾ってものがどっちに向かうのかなと思っちゃったわけなんですけども、でもその時はすでに速稼塾はもうね、その与沢さんのモデルを踏襲するでも何でもなく、まあ、完全オリジナルに入ってましたんで、まあ、今に至るわけなんですけどね、まあ、そう考えると吉田さんが言われたように自分のマーケットを作るってことをやっていくと、まあ、そのマーケット、ライバルのね、まあ形上いないマーケットで勝負できていけるなと思ったわけなんですよ。まあ、与沢さんの形も独特だし、その、ね、吉田さんのやってることも独特だし、まあ、私も独特だなと、そのマーケットに自分しかいないっていう形ですよね。まあ、大きく見たらあのインターネットビジネスっていうマーケットなのかもしれませんけども、もうすでにですね、与沢マーケットとか吉谷マーケットとか速稼塾マーケットになってるわけなんですよね。まあ、そう考えるとね、まあ、この選択で良かったのかなと悪かったのかな、まだそれは分かりませんけども、まだね、あの笑える身分ではないんで自分の人生を評価するようなそんなのんびりした時期ではないと思いますけども、ただ今のところ感染症ショックにもね巻き込まれずに、社会の不安要素にも巻き込まれずに、なんとか自分の足で立っているかなと思います。取引先がいないんでね、私もね、だから仕入れ先が倒産して連鎖倒産ってこともないですし、いや本当になんか一つのモデルにたどり着いてるなとは思うんですよ、で昨日もね速稼塾に入ってくださった方がいらっしゃいます。昨日はお一人だったんですけども、こういった形でね新しい方がどん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 入ってきてくださる、つまりマーケットが広がってるんですよ。速稼塾というマーケットが広がってるんですよね、だからどこからやってきて自分の速稼塾というマーケットを作ってくれてるのかっていうところもすごく興味があるんですけども、まあ元暗号通貨をやってましたみたいな方とかね、元土地不動産をやってましたって方とかね、元店舗をやっていましたとかね、元サラリーマンでした方、あらゆるマーケットが縮小していく中で、その縮小して弾かれたというかね、出てきた方が、まあ、速稼塾に合流して速稼塾ってマーケットを作ってくださってるのかなと思うとね、非常にありがたいことでもありますし、ちょっと身が引き締まる思いもします。まあ、あの日本にはね国家安全法みたいなのができないと思いますけども、でも私たちがこれから考えないといけないのは、今までの延長線上にね未来があるっていう風な、まあ、こんなねのんびりとした考え方ではなくて、まあ、まさにね不連続への挑戦ですよね。昨日までの常識が断ち切られて今日からの常識を作らなければならないかもしれないということなのかなと思うわけなんですよね。まあ、という感じで今日はね、あのビジネスとあまり関係ないんですけども、ちょっとこう大きな動きがありましたんで、それについて、自分たちの立ち位置をね語ってみました。ちょっとね絡みにくいかもしれませんけども、よろしかったらまたね返信の中に入れていただきたいと思います。それでは失礼します。